今日はサリ麺を使った韓国風冷やし中華の作り方を紹介します。はい、ということで韓国風冷やし中華、はい、韓国なのか中華なのかわからないんですけど確かになんか冷やし中華ってもともと中華麺を使うから、はい、中華、冷やし中華っていうらしいんですけど、はい、今回はそれ使わないで、はい、韓国、最近そうですね、よく見ると思うんですけど、見ますよね、はい、最近、はい、で冷やし韓国ってことですか。冷やし韓国って言っても過言ではないんじゃない。冷やし韓国、ありがとうございます。はじめましたであのサリ麺って韓国の食品メーカーが作ってる、乾麺なんですけど、もともと韓国料理鍋の締めとかその時によく使われるやつ で 鍋の締め用に開発されてるので、コシが強かったり、水分含みすぎて伸びすぎなかったりっていう特徴で、コシとシコシコ感がすごいシコシコ、はい、感じで、すごい美味しいのでぜひ、安いしって感じなんですけど、で今回は、夏手前になってきて、はい、暖かくなってきたので、はい、冷やし中華かな、冷やし韓国ですね、はい、冷やし韓国ですということで、サリ麺を使って作っていくんですけど、はい、もうすごい簡単なんですよね。これまずタレを作ってたシーンがあったと思うんですけど、はい、話しすぎてしまいました、はい、もう具材も全部通り過ぎてますすいません、はい、で出てる通り、タレは出てる材料、はい、お酢とかごま油とか焼肉のタレとか混ぜ合わせてもらって、はい、で野菜は好きなのキュウリとかがいいですかね。キュウリとか何でもいいと思うんですけど、はい、はい、でサリ麺を使うんですけど、サリ麺茹で時間これ実は書いてないんですよ、鍋の締めなんで。ああ。なんですけど、とりあえず今回2分半ぐらいがいいと思います。はい、はい、であと今回使うのはほぐし蒸し、ほぐし蒸し丼、はい、これ業務スーパーさんのやつなんですけど、はい、これもすごい安くて使いやすいのでめちゃくちゃ便利ですって感じですね。はい、でも盛り付けなんですけど、はい、盛り付けで終盤に来てます、はい、でキュウリ、細切りにしたキュウリとこれです、はい、ほぐし蒸し鶏ほぐし蒸し鶏、はい、ありがとうございます、はい、これは下味をつけておいたんですけど、ごま油と塩で味付けを下味付けをしておきましたってやつですね、はい、でその後これを持ったら、あとは刻みネギ、刻むのめんどくさかったらこう刻んであるパックのやつを使うと早いと思います、はい、であとはキムチ、はい、キムチ何でも角的とかでもお好み、辛いの嫌な人は、はい、方は入れなくてもいいと思うんですけど、はい、あと韓国のりも気分で、はいはい、たまたま余りがあったので使いました、はいはい、あとこれは卵ですね、はい、ゆで卵、先にゆでとくと9分ゆでてください、はい、ゆで卵は、はい、8分から9分ですね、はいはい、で最初に作ったタレを最後にこうかけたらもう完成ですね、はいはい、今回4人分作りました、はいはい、簡単でした、はい、材料は2人前になってますね、材料は2人前になってますね、はい、お間違いないのでお願いします、はい、見てください、はい、これからも奥さんのために動画を上げていきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。